こんにちは、動画ファンの成田です。今回は YouTube チャンネルメンバーシップの登録方法、メンバーになる方法をご紹介いたします。YouTube にはチャンネルメンバーシップという視聴者さんが月額有料で料金を支払うことで特典を受けることができる、そういった有料のサービスもあります。このチャンネルメンバーシップはチャンネル運営者、クリエイターさんが設定をしている必要がありますので、全てのチャンネルにあるわけではないんですけれども、私動画ファンでも先日よりこのチャンネルメンバーシップのサービスを開始いたしました。ではそのチャンネルメンバーシップ、自分もメンバーになって特典をゲットしたい、どんな内容があるのかチェックをしたいという場合、メンバーになる方法をご紹介してまいります。まずパソコンからの場合、その対象のチャンネルトップページを開くと、チャンネル登録ボタンの横にメンバーになるというボタンが表示されているかと思います。もしくはそのチャンネルの動画を視聴している時に、同じくチャンネル登録ボタンの横にメンバーになるというボタンが表示されております。また Android の端末も同様です。チャンネルトップページを開きますと、チャンネルトップページにメンバーになる、ちょっと点々点になっちゃってますけれども、メンバーになるというボタンがあったりとか、対象の動画を開いた時にそのチャンネルのチャンネル名のところ、同じくチャンネル登録ボタンのすぐ近くにメンバーになるというリンクがあります。しかし iPhone の場合はこのチャンネル登録ボタンの近くにメンバーになるというボタンが表示されません。そこで iPhone をお使いの場合は、動画の概要欄やコミュニティ、その他 SNS などにこのようなチャンネルメンバーシップへのリンクの URL が記載されているかと思いますので、そちらをタップしてみてください。そうするとパソコンではこのような画面、 Android ではこのような画面が開いて、それぞれメンバーシップの紹介動画がこのように表示されます。なおこの紹介動画もチャンネル運営者が設定をしていない場合はこちらには表示されませんのでご注意ください。なお iPhone の場合はチャンネルメンバーシップ紹介動画再生できないようでしたのでご了承ください。ではまずパソコン版なんですが、パソコン版ではこのようにチャンネルメンバーシップの紹介動画、そして私は3つのレベルコースをご用意したんですけれども、この左側のメニューで各レベル内容をチェックすることができます。一番安いこちらのとりあえず応援コースだとこのような特典がありますよと右側に書いてあります。次のコースだとこのとりあえず応援の特典を含んで、なおかつこのような特典があります。そして一番高いコースではこの下2つの特典を含みつつ、さらにこのような特典がありますというふうになっておりますので、内容を確認していただいて、じゃあ例えばこの一番安いレベルに申し込んでみようかなということであれば、このとりあえず応援一番安いレベルを選択してメンバーになる、こちらのボタンをクリックしていきます。またこのレベルも各チャンネルごとによって設定が違ってくると思います。1つしか設定していないチャンネルもあれば、最大5つまでレベルは用意できるようになっておりますので、いろいろチェックをしてみてください。なおスマホの場合は画面を下へスクロールすると一番安いレベルから中くらい、一番高いレベルというようにスクロールで内容が確認できるようになっておりますので、こちらでレベルの内容詳細などはチェックをしてみてください。そしてパソコンと同じく申し込みをしたいレベルコースのメンバーになるというボタンをタップして先へ進んでいきます。はい、そうすると支払い方法の設定画面になります。まずパソコンでは基本的にはカード払いかペイパルで支払う、この2種類になるかと思います。右上に金額が表示されておりますので、こちら金額が間違いないか確認をして、カード払いかペイパル払い選択をしてください。なおスマホの場合、カード払いやペイパル以外にも利用している携帯電話会社の通話料金と合わせて支払う方法とか、あとは QR コード決済のアプリなんかが入っていると、それもこのように表示されています。
表示されるようです。スマホから申し込みをすると支払い方法が複数選択できるようになっているようです。しかしながら私の場合 iPhone ではこんなにいっぱいちょっと出てこなかったんですね。カード払いか PayPal しか出てこなかったんですけれども、詳細は分かりかねますが、スマホの中に QR コード決済のアプリなんかが入っておりませんでしたので、それも関係しているかもしれません。いくつか支払い方法があるかと思いますので、ご自身に合った支払い方法を選択してみてください。では今回はカード払いで進めていきたいと思います。カードを追加、こちらをクリックして、このようにカードの情報を入力する画面が出てまいりますので、カード番号、それから有効期限、それからカードの裏面のセキュリティコードを入力してください。そしてカードの名義、こちら Google アカウントのお名前が同じであれば、このように名前がすでに表記されていると思いますが、カード名義が違う場合はこちら入力をし直してください。そしてカード情報すべて入力すると、請求先住所というところがこのように展開して、郵便番号を入力するようになります。郵便番号を入力していきます。郵便番号だけで OK です。入力を行ってください。そしてその下、こちらのちょっと小さい字で書いてあるんですが、こちら非常に重要なのでよく確認をしてください。というのがですね、この太い字のところですね、お支払いは毎月自動的に更新されますとあります。申し込みをするとその後は自動的に毎月課金されますので、解約をしない限りはずっと支払いが続いてしまいます。もしメンバーシップ登録したけどやっぱりやめたいなという時は、解約を忘れずに行ってください。これで入力すべて完了いたしましたら、画面右下の購入、こちらをクリックします。そしてしばらくお待ちいただくと、はい、このような画面が出てきて、メンバーの登録が完了いたしました。でここを確認すると、特典が利用できるようになりましたということと、1件のメンバー限定の投稿にアクセスできるようになりましたとあります。どのようなことかと言いますと、ではちょっとメンバー特典、こちらクリックして開いてみましょう。そうするとそのメンバーになったチャンネルのトップページを開くと、このようにメンバーになってから何日という表示が出てきて、コメントやチャットで名前の横に表示されるバッジがこのように表示されていたりとか、コメントやチャットで使える絵文字がこのように表示されております。そしてさらに下へスクロールしていくと、メンバー限定のコミュニティ投稿をチェックすることができます。このコミュニティの投稿は一般の方は見ることができません。メンバー限定の投稿となっておりますので、メンバーになった人だけが読むことのできる投稿となっております。なお、もしメンバーシップ解約をしたいという場合は、画面右上のプロフィールアイコンをクリックして、開いたメニュー、購入とメンバーシップという項目があります。こちらをクリックすると、メンバーシップというところに自分がメンバーになったチャンネルがこのように表示されておりますので、メンバーシップの管理、こちらをクリックして、こちらの無効にするというところ、こちらをクリックして、メンバーシップを終了、こちらをクリックすると解約することができるようになっております。なお、解約をするときには登録をした端末と同じ端末をご利用いただくことをお勧めいたします。例えばパソコンから登録して Android のスマホで解約をしようとすると、この YouTube プレミアムはうまく解約ができなかったりするようなので、チャンネルメンバーシップもパソコンから登録をした場合はパソコンで、 Android から登録をした場合は Android での解約をお勧めいたします。このように多くのチャンネルが今メンバーシップというサービスを行っております。お気に入りのチャンネル、メンバーシップのサービスがあったら、ぜひメンバーに登録をして、メンバーだけの特典をゲットしてみてください。それでは以上となります。最後までありがとうございました。この動画が役に立った、参考になりましたら、高評価ボタンを押していただくと嬉しいです。またコメント欄にてご質問も受け付けております。お気軽にご質問ください。動画ファンでは毎週月曜日と金曜日に動画をアップしております。皆様のチャンネル登録お待ちしております。